プレイステーションをご利用の皆さん、こんにちは。八王子 P です、3000万曲聴き放題の音楽配信サービスプレイステーションミュージックフィーチャリング Spotify で、僕の楽曲を、聴くことができるみたいです、本当に、最新アルバムのデスクトップシンデレラっていうアルバムから、ちょっと前のアルバムまで本当に結構全曲ぐらいなレベルで、僕の楽曲楽しんでもらえると思います。特にね、最新作のデスクトップシンデレラは、本当に頑張って作った一枚なんで、ぜひぜひ聴いてほしいです。そしてですね、今回のに合わせて、僕のオリジナルプレイリストなんかも作ってみたので、なんかおすすめの楽曲とかたくさん入ってるので、ぜひぜひこちらもチェックしてもらえたらと思います。そしてプレイステーションミュージックでは、初音ミクのオフィシャルプレイリストも公開してるみたいです。こちらのプレイリストからも僕の楽曲、聴くことができるので、ぜひぜひこっちもチェックよろしくお願いします。そして、1月30日の土曜日、台湾の ATT ショーボックスにて、ガルニレニアさんと、僕の、ツーマンライブを行います。いやもう、まさかこういうなんていうか組み合わせになると思ってなかったので、僕もどんなステージにしようかなっていうのはすごく、悩んでるんですけど、なんかせっかくなので、なんていうかこうガルニレと一緒にやるなら、なんかこうならではみたいなステージをお届けできたらなと思うので、ぜひぜひこちらも楽しみにしてもらえたらと思います。台湾の皆さんにお会いできるのをとても楽しみにしています。以上、八王子 P でした。